あ、カノンさん大丈夫ですよ。ミーティングまだ始まってないし。ふえー、ごめんね。みんなでケーキ食べたいなって思って駅前に行ったら、途中で道が分かんなくなっちゃって。お、ケーキだ。みんなの分買ってきてくれたんですか。素敵よ、カノン、ありがとう。それじゃあまずはお茶にしましょう。カノちゃん先輩、このケーキすっごく美味しいよ。駅前の老舗洋菓子店だね。何を隠そう、ここのケーキは私も大好きなんだ。うん、私もお気に入りなの。喜んでもらえてよかった。ケーキといえば、この間のカフェのケーキもなかなか儚いものだったね。あ、確かにラテアートが有名って聞いてたけど、お菓子も凝ってたよね。どれも美味しそうだったから、何にしようかすごく迷っちゃったよ。なになに、何の話？千里ちゃんとカフェに行ったの。いろいろあって美咲ちゃんとカオルさんも一緒になって。迷えるカノンと千里のもとに、運命のいたずらか、私たちが現れた。つまりそういうことさ。いや、全然わかんないんですけど。運命がカノンたちにいたずらしたの？どんないたずらだったかとっても気になるわ。きっとすっごく楽しいいたずらだよね、ミク。いや、運命のいたずらっていうのはあくまでただの言葉のあやっていうか。ああ、私たちを引き合わせるほどの運命。この先どんな出来事が待ち受けるのか気になってしまうね。ああ、もう運命のいたずらの話はいいから。ちゃんと話すと、美咲ちゃんから新しくできたカフェの話を聞いて。わあ、そんなことがあったんだ。そのイベントって手作りのものを売るんだよね。そしたらはぐみ、コロッケ作って売りたいな。あら、とっても楽しそうね。私も何かお店を出したいと思っていたの。せっかくだからハロハピのみんなでやりましょう。コロッケの他には何を作ったらいいかしら。いや、手作り雑貨のイベントだから、コロッケ売っちゃったらイベントに出てる屋台側だから。でも本当にいろんなお店があったよね。大きい家具のお店もあってびっくりしちゃった。文房具のお店もあって、あ、そうだ、あのね、可愛いポストカードのお店があったから、いろんな動物柄のカードを買ったんだ。それでみんなにお手紙書いてきたんだけど。みんなに書いてきてくれたの？素敵ね。あら、私のは可愛い猫のカードだわ。ありがとう、カノン。今度お返事書いてくるわね。はぐみのは小鹿だよ。かわいいな。かのちゃん先輩、ありがとう。大切にするよ。私のカードはキリンだね。このすらりとした佇まい、確かに私に似ている気がするね。ありがとう、かの。君の思いには必ず応えるよ。私のカードは…やっぱりクマなんですね。ありがとうございます。やっぱりそれしかないかなって。クマといえば…あら、そういえば今日はどうしてミシェルがいないのかしら。あ、本当だ、ミシェルがいないよ。どうしたんだろう、時間間違えちゃったのかな。ミッシェルはハロハピの大切なメンバー。ミッシェルを抜きにライブのことを決めるなんて申し訳ないな。はい、いつものやつ始まりました。ねミッシェルは今日は用事があって来られないって言ってたよ。みんなで決めたこと後で教えてくれれば大丈夫だって。あら、そうなの。それは残念ね。ミッシェルにも会いたかったわ。はぐみもはぐみも会いたかったな。ミッシェル、美味しいケーキもあったのに。
残念に思う気持ちは私も一緒さ。でもごらん、寂しがる私たちのためにカノンがポストカードにミッシェルを書いてくれているよ。あ、本当だ。かわいい。あ、下手くそだからあんまり見ないで。いや、よく書けていると思うよ。何よりカノンの儚い愛が伝わってくる。なんかこういうのって嬉しいですね。カノンさん、ありがとうございます。喜んでもらえてよかった。なんかカノンさんが遠出するイメージとかなかったんで、最初に話聞いた時は不安に思ったりしたんですけど、楽しい一日になったみたいでよかったです。ありがとう、ミサキちゃん。でもきっと千里ちゃんが一緒だったからだよ。ずいぶん遠回りしちゃったけど、千里ちゃんと一緒だったから楽しかったしね。あ、そうだ、今度はみんなで行ってみようか。カフェの道は覚えてるから私が道案内するよ。いや、道案内は私が。え、なんで？私がするよ、みさきちゃん。こんにちは。カノンちゃん、こんにちは。今日はお買い物？はい、おやつに揚げパンが食べたくなって。揚げパンか、美味しいよね。はい、私も好きなんです。学食に揚げパンが売ってるんですけど、それがすっごく美味しくて、外はカリカリなのに中はふわっとしてて、それにいろんな味があるんですよ。へえ、そうなんだ。どんな味があるの？そうですね、プレーンの他にはココアパウダーとかきなこ味もすっごく美味しいんです。話を聞いてたらなんだか食べたくなってきちゃった。私も帰りに買っていこうかな。はい、ぜひ。あれ、かのんちゃん、カバンについてるそれって指輪？かわいいデザインだね。ありがとうございます。この間千里ちゃんと買ったんです。指につけるのは学校で怒られちゃうから、チェーンをつけてキーホルダーみたいにしてみたんです。実はこの指輪、千里ちゃんとお揃いなんですよ。そうなんだ、二人は仲良しだもんね。本当はカフェに行こうって約束してたんですけど、電車を間違えちゃって、最後にはちゃんと行けたんですよ。千里ちゃんがいてくれて本当に良かったです。私一人じゃ道に迷ってたどり着けなかったと思います。本当にいい友達なんだね。あ、そういえば千里ちゃんと仲良くなったきっかけも揚げパンなんですよ。揚げパンがきっかけ？どういうこと？千里ちゃんと初めてきちんと話した日に一緒に揚げパンを食べたんです。私と千里ちゃん同じクラスだったんですけど、それまであんまり話したことなくて、揚げパンを食べた日プリント係だったんですけど、運んでる時に千里ちゃんにぶつかっちゃって、先輩だと思ってすごく慌てちゃったんですけど、千里ちゃん一緒に職員室まで運んでくれたんです。千里ちゃん優しいね。そうなんです、それでそのお礼に一緒に揚げパンを食べに行って、それが本当に美味しくって、あの日の揚げパンは特別な味だった気がします。揚げパンは二人の大切な思い出なんだね。はい、今でも忘れられない思い出です。そういえば、あの時揚げパンの話をしたら千里ちゃんがお礼を言ってくれたんですけど、どうしてかな。ずっと仲良しでいてくれて、お礼を言うのは私の方なのに。って、なんだかいっぱい話しちゃいましたね。引き止めちゃってごめんなさい。ううん、かのんちゃんと話せて楽しかったよ。私も楽しかったです。ありがとうございました。